さあ今回はですね、はい、おとりさん、はい、プロレスのね、はい、まあ、90年代後半に流行ったね、はい、まあ、ユニットと言いましょうかね、はい、NWO ジャパン、はい、ってご存知ですか？あんまりわからないですね。このね、T シャツがよく流行りました。黒い、はいはいはい、黒で、でこの胸のところに NWO って、はい、アディダスっぽい感じでね、こう NWO っていう、はいはい、ロゴが入ったこの T シャツがめっちゃ売れて、はいはい、これは新日本プロレスにあったそういう、まあ、ユニット、そして本体とは別の、まあ、ヒールユニットみたいな感じの、はいはいはい、NWO って、これもともと海外の、まあ、ハルク・ホーガンとかが、はい、ハルク・ホーガンしてますね、知ってました。WCW とかと団体かな、で、はいはい、まあ、発生したユニット、これがまあ日本の方にもっていう形だから NWO っていうのがあって NWO ジャパンという形で、これがね、まあ、長野さん、武藤さんを筆頭に、うん、ひどいこう社会現象みたいな形にもね、なったんですよ。まあ、かつて新日本プロレスで活動していたこのヒールユニット、はい、またね、世間一般に改めてプロレスを見せつけるための、まあ、ギミックであり、うんうん、主義主張という形ですね。 NWO ニューワールドオーダーという意味ですね。わかりますか？わかんないです。ニューワールドオーダーです、まあ、新世界をなみたいな形ですね。それを NWO、うん、ニューワールドオーダー、なるほど、わかるんですか？わかんない。わかるわけ。まあ、これが、まあ、まあ、そういうかっこいい形だったんですよ。はいはい。はい。まあ、1990年代後半に一大ブームイベントってなり、まあ、その影響はプロレス界を超えるものとなった。プロレスをちょっとこうね、超えてね、このユニットっていうのが、例えば当時、横浜ベイスターズ、プロ野球のね、はい、浜野番長とかも、この T シャツを着て一緒に、なんかこう、まあ、テレビとかにね、確か出てたし、ちゃうかったかな、あの浜野番長ね、リゼントね、まあそういった形でね、このニューワールドオーダーのね、アメリカ合衆国のプロレス団体 WCW で誕生し、まあ、長野正弘さんによって、うん、まあ、日本支部的な軍団として NWO ジャパンが設立された、うん、新日本プロレスに進出し、そして、爆発的ムーブになった1997年度にはなんと約43億円の経済効果、すごいな。うん、さらにその年度に NWO T シャツ、今申し上げた NWO T シャツだけで6億円の売り上げを記録。 T シャツで、うん、すごいですね。すごいですよね。まあ、これ新日本プロレスが法人所得で娯楽部門85位にランクインしているという形で、あらゆる娯楽の中でそういったような、まあ、売り上げを作ったというような形なんですけれどもね。はい。まあ当時の、ね、新日本プロレスでは橋本真也さんとか佐々木健介さんらが本体の中心としてこの NWO と構想するというような形で、もうこの時の、ね、G1 クライマックスで健介さんが優勝したり、 IWGP 王座でも橋本さんが NWO の、ね、メンバーの挑戦を退けたりした中、武藤さんと、武藤さんというよりこれ当時ムタ、グレートムタ、あ、はいはい、グレートムタで最初入ったんかな。だからこのペイントがね、グレートムタ武藤さんのね、もう一人の悪魔化身という形の、はいはい、こペイントしてるんですけども、はい、ここに NWO ってね、かわいい、ペイントも黒にして白で NWO って立ち上がった、はい、そういう形でグレートムタもこの NWO バージョンという形でね、活躍してました。はい。まあそんな中ね、一時期、はい、まあ長野さんとこのムタはWCW とね、新日本プロレスを一義していたため、2人が抜けた時はちょっと圧倒的に不利な状況であったと。さらにね、当時、ムタさん、ムタ、ブレードムタがメンバーとの仲間割れにより一時期離脱し、NWO 解散の危機が生じたり、生じて、そして1997年9月に武藤さんとして NWO に加入するというね。だからムタと、これをだから、ちゃんと筋がちゃんと通ってなかったことですよ。まあ同じ人なんで、まあ、言ってしまうからね、うんうん、同じ人で言ったらあかんけど、うんうん、同じ人なんで、ムタとして入ってね、うん、で武藤としても入らなあかんやけども、同時は無理やから、ムタとして仲間割れしたという形で退いて、武藤さんとして入ったというね、なるほど、まあ、ちょっと筋が通ってる話で、うん、それ一人二役とかじゃないですよ、これは、ね、あ、違う、そうか、別人なんですよ。うんうん、あ、まあ、そういうような形で加入、はい、武藤さんとして加入し、10月には NWO 台風になる新シリーズをも開催し、うん、そこで長野さん武藤さんのタッグで IWGP タッグ王座の奪取に成功した。うん、
また年末のこれ SG タッグリーグというね当時ありましてね、でも優勝を果たしたり、まあ、そういった形で、まあ、長野さんはこの1997年度のプロレス大賞 MVP を獲得するなど、もう勢いはこの NWO ジャパン中心にこのプロレス界を設計したという形もございます。どうでしょう。でね、T シャツも入りましたけどね。T シャツなんか今言われてみれば、うん、見たことあるようなね、ただ非常にね、こういう形で当時、若者のトレンドといいましょうかね、プロレスしない人でもこの T シャツを着たりして、確か、まあ、大体ねこういうプロレスグッズっていうのはそういう専門のショップでしか売ってないんですけど、この NWT シャツは普通の量販店とかでも売ってたりしてたんちゃうかったかな、まあ、ちょっとその枠を超えたような形でね、はいはい、当時ねこういう形で、NW を設計してました。ね、はい、まあそこから、長野さんと武藤さんが仲違いして、長野さんが別のまた、チーム2000とね、はい、また違うユニットになって、まあ、そことの構想とかもあったりしていくっていうような流れがあるんですけど、まあ、この90年代後半からの形はね、新日本プロレスではまあ、そういう、ある一方では格闘技路線というものが、ね、要するに当時の K-1 やプライドっていうね、総合格闘技とかそういう格闘技のというのがあって、ちょっとプロレス、とそこがちょっと一色単になったりしてた状況が新日本プロレスの中ではあったりする中、こういう形でまあアメリカンプロレス的なね、そういったようなもののこの NW を、そういうような格闘技ブームの中、NW はすごいね、世間に浸透してますしね、この時代のプロレスを飾りにおいてこの NW ジャパンというね、非常にかっこいいね、ユニットでした。また調べて、はい、見てみます。はい、またね、動画見ていただける方でね、この NW を当時ね、まあ、いろんな他の選手いたんでね、うん、何かね、コメントいただければね、幸いですね。そうですね、はい、はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。